ちょい。お疲れ様です。あのね、少々皆さん、はい、くだらないこと考えたんだけど、はい、目の前映して、まあ、ランバー映っちゃう。まあモザイクかけてる。ちょっと見えない。目の前の車何？あれは従業員の車だよな。はい、あのね、イケメンのね、はい、嫁ですわ。最近動画出てくる。あ、やばいやばい、バレる可能性が知らない。やっぱよっぽど分からんでしょ。絶対後ろなんか見んでしょ。突然今ちょうど戻ってくるときに、はい、会社が出てきたんだよな。そうですね、うん、で動画を回そうと。はい、でまあとお客さんとか行くかなんかするもんで、はい、ちょっとつけて、はい、なんか管理やっとるんだな。そうですね。で結構自由出勤みたいな感じで自由にさせてあげるのは、はい、でその代わり今子供ちっちゃいだよ。何歳だった？まだ1歳。そうですね、1歳4動き始めたぞ。でまあまあ、この辺周りのお客さんの担当とかで、もともとずっと社員でやってたんだな。はい、ね、せっかく、ねまあ、ちょっと働きたいって言ったんで、あれといくら稼ぐんだろうな。旦那も稼いどるだろう。40〜50万手取りあるだろう。多分いくら稼ぎたいんだ、はい、あの夫婦は。どういくんだろうなこの時間から。どういくんだろう。結構キャラ濃いじゃん。はい、なよしゃべれるしな。そうですね、行って練り替え道場でミッチの次に喋るんちゃう。その可能性あります。あるよな。下手したら。はい、うん、リリーちゃんも結構喋るようになってきたよな。はい、だいぶ喋るようになったよな、リリーちゃんも。そうですね、うん、あ、曲がる。この辺だぞ、あいつんち。いいかな。家帰ると思うか。ね、なここですね。わかるか、バレるか、ここの説がな。バレそうじゃね。あれ、この子、家ここ、え、こいつ山中行くぞ。え、仕事帰り、え、サボったまさかの。まあ帰るんかな。中途半端だな。まあ、どうです。タイムカード切っとんか。ああ、ちょうど3時36分だもんで、3時までタイムカード切って。あ、2時36分だね。車止めてますわ、確実に。パーキング止めてますよ。え、だって3時までタイムカード切ってやるじゃない。スーパー行って、ちょうどスーパー出た瞬間が3時で。ああ、そういうことですね。あ、切ってで、どこなの。あれ、いや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 、お前悪いやつだな。ほんとに、お前、ほらほらほら、アップできんだろうな。お前がその固定のなんか設定にしようだろう。できた、できた、できた。行ってみる。行きたい。すぎるかって話。いやな、さすがにお前なんか主婦の日常を奪ったらな。俺コメント欄荒れそうじゃね。すいません。ちょっと行ってみようか。ちょっと行ってみようか。じゃあ、まあ、どこ行った。入ってた。はい、どこ入ってた。なんかスーパーでも売り場とかあるだろう。ちょっと見えてない。見えてない。やば。主婦の日常。な、全然、あれ客いねえな。おいおい、マスコミ、マスコミで普通に買い物してる。日常を奪っとるな。主婦の日常を。普通の。違う人です。違う。画面見て。いやでもこっち携帯だけ出しようだけど。主婦だね、あいつ。ね、主婦だね。待って、お前が食べたいって言ったじゃん。セミエル、セミエル。びっくりした。もう
行ったよラーメン。うまいじゃん、全然バレてないじゃないですか。映った映れた近撮ってみて、彼女と一緒に俺が近づけて急接近してみバレてる。マジでバレるな。それまさか社長が近くにいるなんて思わんもな。あ、もうレジ行ったよ。はい。あいつ見て見て。もうレジ行ったよ。早っ。あいつめちゃくちゃ行動早いな。無駄がないって感じですね。普通にしようよ。でもなんか若い、若奥さんはって感じで細くて。なスタイルいいよな、あいつな。スタイルはシャイの奥さんに何言っとんだって。普通に。主婦だな、はい、ちょっと若葉奥様みたいな、はい、お店の前で待ち伏せしますか。あ、先に出るか、はい、出るか。あ、車の横にかけようか。急げ、車乗って行くぞ。やばい。何やっとんだ俺ら。これが動画の企画になるか。面白いかな。うわ、なんかスリルあったわ、はい、普通にスリルあったわ。ちょっと後ろ向く、後ろバレるわ。お前前乗ったらバレるでしょ。バレ取れる、ちゃんと取れる。まあいいよ、こっち窓から取るわ。あ、でもこうやって見るとやっぱ普通に綺麗な奥さんだよな。いやいや、そこ真ん中からどうぞ。あ、どうする降りてく、声かける、声かけちゃう。バレましたよ。行ってみようか、行ってみようか。行くぞ、行くぞ、一戦目で行くぞ。全然積んでる積んでる。行くぞ、はい、いい、はい、3、いい。あ、運転席に落とし込みましょうか。あ、でもブワーッと走ってきそうなもんね。お疲れ様です。よだれ出た。お前勤務中だよこれ。3時までタイムカード切って、お前買い物して、お前ここでタイムカード切るつもりちゃうの。すいません、今日2時です。2時上がりです。今日は2時会社で仕事終わりの買い物です。お前の情報が間違っておるやねんか。すいません。私たち犯罪ですこれ。犯罪。びっくりした、汗かいた。スーパーで買い物してたよね。え、中まで寝たんですか。いや、中までずっとすぐ横に立ってるしかも。嘘。なんか変なコーンみたいなの買ってたよね。コーン。なんか缶詰のとこ、なんか分からんけど。パスタとか。俺なんか山椒かなんかずっと見とった。俺反対側でな。全然気づかなかった。そう、で近いでしょ。動きが早いんだってお前。めちゃめちゃ買い物も早いな。やっぱ趣味で大変か。なんか仕事しながら。今日でもゆっくり買い物してる方です。そう。出て。今日そうなんです。ゆっくり、子供がいないんでゆっくり買い物した方です。いや、たまたまちゃん、ね、出てくるよ。見て。何があったら本日製品見せてよ。今日はもうあの今日はハンバーグにしようと思う。あ、本日製品見せろって。どんな。本日製品。うわ、パンとひき肉と、はあ、ちょっとじゃあちょっと持ってた。ちょっとやっぱ女同士でそこは、まあこれ乗っとるんだね。これ、あ、これお客さんにもらったんです。あ、マジ、なんか調味料詰め合わせセット、めちゃめちゃ美味しそうよ。あ、もう主婦だったらこれ持ってきゃって。そうです、醤油とかお酒とかみりんの詰め合わせお客さんがくれて、ひき肉メガ盛り、やっぱイケメンよく
食べますね。あ子供も食べハンバーグだとめちゃくちゃ食べるんで。あとはもう必需品の納豆ですね。あなるほど。子供大好き。一番下が納豆大好きなんで。おかずはあんまりなんかその日の気分で食べたり食べなかったりするんで、納豆かけとけば問題なし。ちょっと他にも見せてよ。あとレンコンが半額になってたんで、これはきんぴらにしようかなと思って。へえ、あ半額になってるから。あそうですそうです。まあ、今日使えば別に絶対問題ないんで。何お前できた女ぶってんだってでもね。俺もそんな奥さんとかにいねえかな。半額のもの買ってくるから娘でいいから。半額のもの買ってるとは知らないから。まさかその半額のもの出されてるなんて多分思ってないと思う。1年目倍にしてって言っとったかもしれない。あとはパラスパと、あとはお弁当のちょっとおかずと、あの出汁とかがなくなったんで。主婦だね。でも今日はそんなにめちゃくちゃは買い物してない。これで全然。で日曜日とか行くの旦那で一緒に。あ行く時もあります。日曜日はそれうざいわ。秋田とかに。あでもまあ一緒に仕事しようねしょうがないな。そりゃそうじゃん、旦那一生懸命仕事しようのに日曜日に買い物で荷物運び係で呼ぶって違うわ。なんかでもその日曜日の買い物は日曜日に食べたいもの、カンタが食べたいものとか、今日はこれが食べたいとか言ったやつを、まあ、じゃあ一緒に買い物行こうみたいな感じで。お前ちょっとこうたくあんな回しても。はい、視聴者の皆さん、もうこれボツになるか、まあ上げて叩かれ叩かれ始め、俺らが叩かれたら消そうか。そうですね。そう。あっち込むとこぶわー。さすがになってスーパーの中まで行って車つけて、社長だったら何でもやってもいいのかってまあまあ流れるからな。めっちゃ書かれてますね。書かれてるよな。なんか笑えてきますもんね。笑えてくるもんな、俺も。まあでもちょっと本当になんか何かが飛び出そうでした。そう。なんか走ってきたもんね。なんか走ってきた。あの足は半の人たちの気持ちが分かりました。トラックとかに射撃されるあれが、でもなんであんな反応で折れるの。あーそうリュウジ君とかめっちゃ変みたいな、普通になったよお前。本当になんか全部がシュワンって上がった。楽しいわ、はい。じゃあまあ主婦だしね、はい、2時にタイムカード切ってるのにこんな時間も引っ張ってる感じ で、ね、ちょうど3時なんで、はい。視聴者の皆さん、はい、またテコちゃん、はい、イケメンの奥さんちょこちょこ登場すると思いますんで、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ。それではまた面白い動画作ってきますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。またねまたねまたね、また騙しに行くね。